世界の壁は恐ろしく高い。だからこそ攻めろ攻めろ攻めろ、前へ。スリクソン、勝利へのリバウンドフレーム。スリクソン ZX 新登場。皆様、本日はお忙しいところ、ダンロップの住友ゴム工業主催、松山英樹スリクソンライブセッションにご参加いただき誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます、佐喜眞栄子です。短いお時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日の出演者の皆様をご紹介させていただきます。まずは PGA ツアー5勝、松山英樹選手です。お願いします。本日はよろしくお願いいたします。はい、そして本日のトークセッションの案内役としてお越しいただきました、プロキャディの杉澤信明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、杉澤さんと松山選手、はい、まずは普段どういう交流があるのかお聞かせいただけますか。そうですね、交流っていう意味で言うともう僕は常にこう取材させてもらってるっていう、もうね、世界の松山選手ですから、本当にこうやって、ね、近くで喋れることが本当に、もう緊張してます。絶対嘘じゃないですかそれ。いや、もう緊張してます、はい、松山選手どうですか。まあ、僕は、まあ、2年前の全英オープンとその前のスコティッシュオープンから担いでもらって、3試合でしたか、4試合、そうですね、4試合ぐらい、4試合担いでもらってから、はい、まあ、いろいろ、まあ、取材も来てもらってたんで、まあ、そこでいろんな話をしながら、ここでは話せないような内容もありながら、はい、そうですね、ここでは話せない、でも今日はね、はい、いっぱい聞きますよ、はいはい、普段話すようなことをね、そうです、はい、本当にこうね、オフの貴重な時間をいただいての、ね、話になりますけども、こうやって YouTube ライブっていわゆるこの生で今配信してるんですけど、はい、こういう経験ってどうなの。初めてです、ね、初めて、はい、緊張しますね。でも試合中とかって結構もう まさに生じゃないですか、はい、でこういうトークの生と試合の生とどっちが、まあ、試合は喋らなくていいですからね。確かにね、プレーするっていうのはね、プレーできないんで今日は。なるほど、はい、そこでの緊張感はあります。今日はね、本当に、まあ、全体の流れとしては、まあ、今年1年松山選手がどうだったかっていうのを聞きながら、はい、で、まあ、スリクソンの、ね、まあ、ギアについていろいろお話聞いていきたいと思うんですけども、はい、まあ、なんといっても、ね、今年1年どうです、長かったですか、それとも短かったですか。短かったような気がしますね。やっぱり2月、うん、まあ、3月から、うん、まあ、コロナウイルスの影響で、はい、まあ、試合がなくなったりして、まあ、やっぱりそこからね、試合が始まってからも、もうずっと試合会場とホテルだと家に帰るっていうことしかできなかったので、なんかあっという間に今12月かなっていう感じはあります。なるほどね、本当にこう、まあ、言ってみたらイレギュラーなことがたくさんあったと思うんですけど、まあ、まあ、実際松山選手がその、まあ、例えば日本ステイホームとか、いわゆる自粛期間とかあったじゃないですか、はい、どんなことをされたんですか。そうですね、まあ、僕は幸いオリンピック強化指定選手に入ってたんで、うん、いろんなところにこう練習する場所を確保できたので、あ、まあ、そこで練習とトレーニングができたかなと思います。うん、そういう意味では体をしっかり動かして。そうですね、はい、他に例えばこういう時だからこそなんか新しい趣味と なんか発見みたいなのは、あ、これにハマったみたいなことなんかあったんですか。それはなかったですね。いや、もうやっぱり2ヶ月試合がない、うん、いつ始まるかわからない状況で、うん、まあ、やっぱり1戦目から、うん、再開後の1戦目から全力で生きるようにっていう感じで練習はしてたんで、うん、なんかこうなかなか時期が決まらないことによって、これでも難しいですよね。そうですね、だって、まあ、いつ始まるか分かっていればそこに向けてっていうのはあるでしょうけど、逆算して計算、まあ、練習こうしていこうっていうのはあったんですけど、うん、それが決まらない中で何からこう手をつけたらいいのか本当に分からないところがあったんで、うん、まあ、ちょっと無駄な時間を過ごしてしまったんじゃないかなと思ってます。なるほどね、でも本当に、まあ、松山選手だけじゃなくていろんな選手が、ね、大変だったと思うんですけど、でも今年って、はい、まあ、今シーズンって言い方で言うと去年の秋から結構いい流れで来てましたよね、はい、CJ3 位とか、そうですね、ZOZO で2位とかっていう形で、
でザ・プレイヤーズもあの初日トップっていう形で入ってきましたけど、はい、まあそこで中断になったことって松山選手の中でどうこう気持ちの整理というか切り替えしていったのかなって。まあ初日終わった、まあ5年スタートだったので、うん、アテストの時に明日無観客になるっていうのを聞いたんで、で、まあ次の日遅かった、うん、遅いスタートなんで、あんまり早く寝る必要なかったので、うん、ゆっくりしてたら11時から12時前ぐらいだったんですかね、はいはい、明日やらないっていうことを聞いて、結構急展開でしたね。そうですね、いきなり、あ、もうこん、やめるとこまで行くんだと思って、はいはいはい、まあ、その時はもう本当に何も思わなかったですね、うん、まあ、こういう状況だから、うん、まあ仕方ないことだし、うん、でもその時にはこう4月にオーガスタをやるっていうような話があったんで、はい、うん、まあ、そこに向けてっていう感じはありましたね。なるほどね。やっぱさっきの話と混ぜていくと、やっぱりこうもう常にこう情報が変わっていって、はい、で自分たちはでもやることは準備することだみたいな、はい、で再開していくわけですけど、まあ、最初の大会ってコロニアルだったんですよね、全体的には、はい、だけどあえてこう松山選手ヘリテージから入っていったっていう、はい、あの辺のこう試合のチョイスって何だったんですか。まずもってこう、うん、コロニアルから再開するっていうのを知って、うん、知らなかったっていうの。あ、そうなんですね。なんかそれぐらい情報が錯乱してるっていうか。そうですね。本当に、え、このこれから本当にやるのみたいな感じがあったんで、で、アメリカに飛んでから2週間隔離を開けるのがちょうどヘリテージの前だったんで、まあ、どっちにしろもテキサスは出れなかった。なるほど、なるほど。まあ、やっぱり飛行機の移動の問題も含めたら、うん、コロニアルからまず、あ、コロニアルじゃない、ヘリテージから、家から車で行ける距離だったんで。あ、そうなんですか。そんな近いんだ、うん、まあ、それに出ようかなっていう、感染リスクも少ないし、感じです。で再開していって結構いろんなこう新しいルーティンというか、例えば PCR 検査を受けなきゃいけないって、はい、結構大変だったんじゃないですか。そうですね、毎週試合の前に受けなきゃいけないですし、うん、まあ、それを受けないとまあ試合会場に入れないっていうのがあったんで、うん、まあ、その日曜日移動して月曜日の朝受けるっていうのはなんかちょっとしんどかったですね。だからそういうのもあって若干ちょっとこう何ですか、シーズン中盤で調子が落ちたというか、はい、ゴーニーのコメントでもなかなかこううまくいかないっていうところがあって、でもちょうどメモリアル終わったぐらいでなんかグッてこうまた戻ったようにまあ見えたんですけど、あの辺なんか戻るきっかけみたいなのあったんですか。そうですね、うん、そんなに、うん、まあ、再開してから悪い状況、うん、そのゴルフがそんなに悪くないのに、うん、なかなか上に行けない、なんでかな、と思ってたらメモリアルですごいガクンと落ちちゃったんで、まあ、その後は1週間、オフがあったんで、うん、まあ、そこからなんかこううまく切り替え、まあ、どうせ悪いんだから、あ、なるほどね、ちょっとこう開き直るみたいな感じになって、でそこからはなんかこうスイングもちょっとずつ新しいものを入れながらやっていってる中で、うん、徐々に徐々に良くなって、またシーズン終わったかなって感じですね。なるほどね。で7年連続でしたっけ、ツアーちゃん、はい、すごいですよね。ありがとうございます。いや、これな、ね、日本にいてあのツアーちゃんに7年連続出ることの凄さをなかなかこう伝えられないんですけど、はい、でもすごいことですよね。ありがとうございます。しか言えないですね、はい、でそれ新しいシーズンになっていって、はい、あの、まあ、全米オープンとかね、やっぱあのメジャー戦っていくわけですけど、すごいコースでしたね。いやー、びっくりしましたね。だって、なんか遊園地で遊んでるみたいな全然違ったことってみたいな ね、 そうですね。グリーンが本当にあんなにすごいグリーンなんだって、行ってみて感じて、まあ、これが優勝スコア予想が8オーバーって言われるのも、納得だよなっていうのはありましたね。あれ、しかも予選ラウンド結構急変したじゃないですか、決勝ラウンド。そうです、コンディションも変わりましたよね、はい、ああいうのってどう対応してるんですか。これ 変な質問ですけど、まあ、対応は、まあ、慣れですかね。慣れ、もう、まあ、こういうこともあるだろうっていうのは事前に真逆のことが起きたときにどうなるんだろうとかはやっぱり考えて、まあ、準備はしてるんで、ね、でその時優勝したのがデシャンボー、はい、最近話題の、それこそさっきあのコロナの、ね、自粛期間中に、まあ、肉体改造をしてきたデシャンボーですけど、
松山選手はどう見てたんですか、そのデシャンボのこの。まあ、その再開して僕が3試合目かな、時に一瞬回ってるんですよ、予選ラウンドで。見た時にうわすげえと思って僕がまあ地面あの下が硬い時に330ちょっと飛ばした時でもそれをキャリーで置いてかれるんで、うわーすげえなーみたいな。すごいですよね、330とか40キャリーじゃないですか。そうですね、キャディーさんが調べるところがだいぶ先すぎて、多分今まで誰も調べなかったところを調べてるんだろうなっていうのは感じましたね。なるほどね。それこそ全米オープンとかでもちょっとこう今までとは違う攻め方なんて ね、 そうですね、話題になってましたし、まあ、全然違う話ですけど、違うとかそのに関連する話ですけど、この間ジャスティン・トーマスとフィッツパトリックがちょっとこうまあなんていうんですかね、あのコメントし合ってて、そのフィッツパトリックはその体をでかくしてクラブ長くすれば飛ぶし、それはなんかゴルフの技術じゃないみたいなことを言って、でもトーマスはいやいやそれも技術の一つだし、やっぱそうやっていろいろ研究をしてやっぱりその結果を出すっていうのはプロフェッショナルだよねみたいな話してたんですけど、松山選手はそれをどう言います？ちょっとこれなんて答えればいいか分かんないですけど、個人的にはやっぱりすごいなと思うんですけど、まあそれこそ振れば振るだけ飛んでるから、なんかこうなんていうかな、技術でカバーできるようなことがないのかなとか、まあその飛距離を埋める技術の昔だったら、まあそれこそボールのスピンを抑えてわざと打ったりして飛ばしたボールとか飛ばしたりとか、まあ、風に合わせてローボール打って転がすか、ハイボール打って風に乗せるかみたいな、そういうことができるようなものがあればいいのになっていうのはすごく考えますよね。なるほどね、そうか、そのパワーだけじゃなくていろんなこう工夫というか。そうですね、でも確かに飛ぶだけじゃ勝てないですもんね。そうですね、でそこにはデシャンボーさんのやっぱりすごさっていうのはもう、ね、人と次元が違うところに行ったんで、まあ、そのアドバンテージを生かしてるって、やっぱりグリーン上のスタッツもめちゃくちゃいいですし、まあ、そこでもうアドバンテージを取ってさらにアドバンテージを取ってる感じなんで、まあ、それは勝つよねみたいな。なるほどね。でそれをまあ どう 僕、まあ、僕がこう詰めていくかだと思うんですけど、やっぱ精度とか、まあ、少しでも遠くにってい う、ま、っていうのを求めなきゃいけないと思いますし、まあ、遠くに飛ばしながらさらに精度も高めていくみたいな、はい、やっぱりそういう日々研究してるんですか、やっぱり。まあ、自分の中でも一応やってます、うん、なるほどね。ちっちゃいながら、ちっちゃいながら、はい、でもあの小さなことはコツコツとやっぱり言ってるわけですね、はい、でもその結果そのコツコツ言ったのがあのヒューストンオープンで2位というところにつながっていったと思うんですけど、あの戦いはどうでした？僕はあのたまたま実況やらせてもらってたんですけど、まあ、勝ったかなと思ったんですよね、流れ的には。そうですね、まあ、あの試合はまあ初日からなかなかこうティーショットがうまくいかなかったんですけど、まあ、グリーン上がまあ今シーズンの中ではかなりいい方だったので、ショットがもう少しな悪くないのにまとまってくれればなっていう感じで、まあ、初日2日終わった時になんかちょっときっかけっていうのがあったので、まあ、3日目もある程度まあスコアも伸ばせたし、まあ最終日ね本当にどっちも噛み合ったって感じだったのでいけるかなとは思ってたんですけどね。本当あの週って例えば2日目でしたっけ、10ヤード縦距離がずれてっていう話して、でも3日目にはそれ調整してみたいな感じで、すごく調整能力も高かったし、なんかあの2位っていう数字よりも実際本当にこう優勝が見えたところでの戦いだったんじゃないかなと思うんですけど、でその後に、まあ、マスターズだったじゃないですか、はい、あの辺のこう雰囲気ってどうなんですか、 なんかこう今まで、まあ、そもそもマスターズの前に試合出たことがすごいなと思ったんですけど。いやそうですね、まあ、あの選択は何かあったの、まあ、今年のスケジュールがまあ変則になったっていうのもありますし、ZOZO、チャンピオンシップから2週間空いてマスターズだったんですね。はい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 、でその2週間丸々開けるのか、開けないのかっていうのを選択肢の中で、
やっぱ ZOZO までがそれまでの3試合があまり自分が納得したプレーができなくて、はい、できたらもう出ないでおこうと思ってたんですけど、あ、なるほど、なんかこうきっかけをつかめそうだけどつかみきれてなくて、うんうん、そしたらもう出ようかな、あ、その試合で行って実際試してみて納得する自分の状態を作りたかったで、うん、こうマスターズに行きたかったっていうのがあって、うん、まあ、コースもやっぱり11月開催で状態とかも未知な部分はありましたけど、マスターズもね、はい、けど、まあ、自分の状態を上げることが先決だなと思ったん で、うん、で、まあ、実際に、うん、まあ、やっぱりヒューストンオープンで2位になって、うん、まあ、すごく、ね、自信を持っていけたのが、うん、マスターズだったんですね。ですよね、はい、もうあのだからその2位になって、まあ、本当にこうマグノリアレーンは通った時のその気持ち、それでいいスタートも切ってたと思うんですけど、まあ、ちなみに秋のマスターズはどうでした？これあの今後あるかないかですよね。無観客っていうのはすごく違和感ありましたね。そっち、はい、秋っていう理由は、うんうんうん、事前の情報だとめちゃくちゃ寒い予報だったのに、はいはいはい、めちゃくちゃ暑くて30度近くあったんで、まあ、そこの違和感はありましたけど、うん、はい、お客さんのいないオーガスタってのはちょっと不思議な、もう本当にやっぱりスタンドもないですし、うん、まあ、他の試合でも無観客で慣れてきたのはあるんですけど、うん、オーガスタっていうのはやっぱまた違った無観客になったのかなと思いますね。無観客の話出ましたけど、好き嫌いで言ったと変ですけど、どうですか、やりやすさっていう意味では全体的な、どっちもありますよね、それは。あ、まあ、やっぱりいいショットの時に拍手が、ね、たくさんもらえれば自分も乗っていきますし、ただ悪い時はもうただ恥ずかしいと思いながらプレーになると思うんですけど、無観客だったらもうそれも全部なしなんで、まあ上がることも少ないし、悪くなってしょげ、あの気持ちが落ちてても別にそこまでっていうのを引きずらないというか、切り替えやすいっていうところもあるんですね。そうですね。まあ、そのヒューストンで勝ちそうなので、どうです、なんかこのなんかその時しか見えない、その優勝争いしか見えないものってなんかあるって言うじゃないですか、はい、あとここがこうすれば勝てるなみたいなところってなんかありました？まあ、ヒューストンオープンの時はもう最終日は本当にいいショットが打てて、て、うん、パッティングがもう 2,3 個入ってればっていうのは、あ、もう本当そういう世界なんですね。まあ、それがまあたらればなんで、うん、まあ、それを入れるために練習はしてるんですけど、うん、なかなかこう、うん、試合の最後のところで決めきれないのかなって、うん、まあ、でもそれでも16、17っていういいパッティングして入ったので、うん、出てましたよ、ね、久しぶりに、はい、あの松山選手ってあんまりガッツポーズしないってイメージがあるんですけど、あれは、まあ、自然と自然ともう出ちゃったやつです、はい、出ちゃったって感じですね。いいですね、はい、でもまたね、ああいうガッツポーズが見えるって戦いもすごいなと思いますけど、最近のちょっと話をさせてもらうと、はい、松山選手以外の話でいうと、まあ、今年あのダンロップフェニックス、はい、で金谷選手が優勝しましたけどね、はい、金谷選手といえば松山選手の後輩ということなんですけど、はい、もうご覧になってましたか？見てないです。見てないですか、はい、でもあの連絡とかあるんですか？勝ちましたよみたいな、まあ、まあ、それはありましたけど、さすがやなと思いましたね。やっぱりプロになって、うん、ね、すぐ、ね、トップ10をキープして、うん、はい、優勝争いしてる中で、はい、ね、チャンスをしっかりものにしたっていうのは、うん、やっぱりすごいなと思いますね。ですよね。で、そのすごいなの話で、僕松山選手のデビュー当時ちょっと調べたんですけど、はい、これ合ってます？合ってる？あ、それぐらいね、ちょっと驚くぐらいびっくりしたんですけど、ワールドランキングの話していいですか？はい、プロになってすぐ50位入ってません、ね、はい、6月ぐらいに入ったと思います。ですよね、はい、4月、3月にプロになって4月、4月ですね。すごくないですか？2ヶ月で50位以内入って、でもあの、うん、プロ転向する2年前か、はいはいはい、にビザ太平洋で優勝して、うん、まあ、その次の年のアマチュアでもう1年やった時が、はい、2位が何回あったか4回ぐらいあったんで、そこですごいポイントを稼げてたんで、プロになったんですか？そう、プロになったからもう結構上からスタートできたので、うん、なんでやっぱりちょっとこう成績がポポッと良かった時に、はいはいはい、グッと上がって、はい、で1年ちょっとで13位まで行って、はい、もっとすごいのはこれ僕の計算が合ってるかどうか分かんないですけど、はい、その50位以内入ってからいろいろこうあるんですけど、
一番下がったのは33位っていうのが見えたんですけど、はい、それより下は行ってないですか？多分行ってないと思います。行ってないですよね、はい、ずっとこうキープしてるって、はい、いやすごいなと思った話です、うん、あ33位に落ちた時には、うん、早く、ね、上位に行きたいっていう、もうこれ以上落ちたくないっていう焦りしかなかったですね。でもね、その焦りがぐっとまたいい成績につながったりとかしてますし、はい、あと学生、まあ、それ今、ね、金谷選手の話に戻るんですけど、はい、最近すごいこう学生の選手がプロの試合で活躍したりとか、はい、先ほど松山選手も、ね、学生の時に太平洋で優勝したりとかしてますけど、はい、松山選手から見て今 の, その 若手、まあ、松山選手もなんか若手ですか、どっちですか？28ですからね。まあ、まあ中堅として、はい、じゃあ若手の今はその20歳と22歳の子たちを見て、はい、どう見てます？まあ、金谷とそれこそ、うん、ダノペニックスの後にちょっと会う、まあ、練習一緒にした時があって、はいはい、まあ勢いがあるんだなっていうのが、まあ、自分がその時って、うん、上の人からはそうやって見られてたのかなっていうのはすごく自分はやっぱりこう金谷を見て思いましたし、うんうん、その学生のね今、うん、プロでこう争ってる子たちってそういう勢いとやっぱり金谷っていう存在がすごい大きいのかなっていう、やっぱ学生で一緒にまあ近い存在でこう争ってた人が優勝して、で自分もトーナメント出てちょっと上位に行けたりしたら、まあその自信がこう試合にどん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 出てつながってるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。その松山選手から見て今その若手にもしメッセージを送るとしたら、こう例えば世界海外早い方がいいのか、もっとじっくり日本に力つけてからの方がいいのかっていうと、うん、それは何とも言えないですね。あ、まあ、日本は日本の良さもありますし、うん、まあ、海外は海外の良さもありますし、うん、まあ、しんどいことも当然あると思うんで、はい、何とも言えないですね。まあ、自分のプランをしっかり持ってやってもらえれば、あ、ね、はい、自分でしっかりプランを立てて、はい、そのまあ、着実にさっきの松山選手の話じゃないけどやっぱコツコツやっていくことが、はい、結果それが世界に行けば世界だし、はい、別にそれが日本だしっていう、はい、なるほど、まあ、自分のプランを、ね、しっかり作るってことが大事だと思いますね。なるほど、っていうことですね。